こそ倒したよね。急にドラゴンになった時は世界の半分をお前にやろうとか言われるんじゃないかと思って焦ったよ。世界を滅ぼそうとしてたマジェコンヌさんがそれをあげるとは言わないと思うですよ。でもネプコ、もしあげるって言われてたらもらってたの？さすがの私もみんなの前で堂々ともらったりはしないよ。敵に回したらマジコンヌより怖いもん。ネプネプもアイちゃんも油断しすぎです。本当に倒したかまだわからないですよ。おじいちゃんが二度出るやつは三度出るって言ってたです。さっきのドラゴンがその三度目でしょ。っていうか、なんか言い回し遠くない？間違えて覚えてる言葉もあるのね。まあ、もしコンパの心配通りもう一度現れたとしてもまた倒せばいいじゃない。そうは言いますけど、次にマジェコンヌさんが現れるようなことがあったらきっともっと強くなっているはずですわよ。大丈夫よ、任せておいて。負けないくらい強くなってれば済む話なんだから。頼もしいですわね。やっぱり愛ちゃんはとっても頼りになりますわ。これなら心配無用ですわね。マジェコンヌさんがまたいつ現れようと、たとえモンスターが残っていようと、全部アイちゃんが倒してくれますものね。え、なんか私一人みたいに捉えてない？もちろんみんなでよ、みんなで。備えあれば憂いなしとも言うです。少なくともマジェコンヌさんがまた現れた時のために戦える準備は整えておいた方がいいかもですね。備えるのは自由だけど憂いはある。少なくとも私は備えて、それが報われなかったら憂う。マジェコンヌが心配な人だけ備えればいい。おじいちゃんが言ったことですよ。間違いはないです。じゃああなたは雨が降った時のために会社に置き傘をして、それで雨の日に家に傘がなかったらどう？それは憂うです。きっとなんでそんな余計なことをしたんだろうって残念になると思うです。けどさらに降っているのが雨じゃなくって湿り雪とあられのセットだったらどう？そんな日は外に出ないです。ネプコの担当だと思ってたんだけど、ひとまずここ離れない？立ち話もなんだし。深海にはここ以外に建物とかないですか？名所とか絶景ポイントとか。せっかく来たですから案内してほしいです。食べれるようなとこ
がないかな。でも変だね、深海じゃお腹は空かないはずだけど。それは女神様だけなんです。他にも深海にいる間の女神様は病気にかからないし年も取りません。うわ、さすが深海、さすが女神様。ここに大陸があったらそこを守護する女神様が一番でしょうね。